はい、こんにちは、すくきわかめと申します。それではですね、 I wanna be the scare、 早速続きをやっていきたいと思います。これは引っ込んでる時だったらいいのか、こういうことね。タイミングを見計らえと、おう、ほこうで、こう、よし、これ入れっかな。セーブはすぐそこなんだけど、あここで行く、よし、え、お、いた、え、ちょ動くの。入ったら左に走りながらもう一回右上に行かないとダメか。え、むずい、マジで。お、行った行った、よっしゃ、もうセーブ来た。で、これはタイミング見計らって向こうに行く感じですかね。あう、早かった。こうこう、よし、ここまで来たな。え、うう、くそまた手が。ここは今までの、ここでも今までのところに比べたらそんな難しくはないな。よいしょ、ほっ、え、こうどうすっかな、ほっ、よし、え、うっ、うっ、ちょっ、え、飛んでくんの、やつらが飛んでくる、どうする、どうする、にゅー、え、とりあえずちょっと待ってよ、どこでやり過ごすか。時期で飛んでくるんであれば、あそこでジャンプをすれば意外にもなんとかなっちゃうかもしれないな。あ、う、いったいった、よしなんかまた最後にもピンって言ったな。お、なんかパンダじゃねえや。ドクロのリフトが。これを乗り継いでいくのか。あ、でもここは、あう、え、どう行くかな、え、ちょっ、どっかでタイミングを狂わしてやるしかないから、むずいぞ、ここ。え？ダメか、早いか。オッケー、2個目で降りて乗ってをやる。そうすればタイミングが変わる。オッケー。はあ、はあ、危ねえ。ちょっと待って、ここやべえ。どうやって行くんだ、最後。リフト、リフトはいいよ。リフトは、リフトはオッケー、分かったよ。リフトは分かったけれども、問題、この後なんだ。あう、ううここまではいいさね。問題はこの後なんだよな。お。え？よし。あやほ。よし。こうやって落ちてるだけでも二段ジャンプ入るもんな。完全に、あぶね、いった、やっといった。さあ、多分ボスだ。いきますか、じゃあ。お、今度足場がこんなってか、曲かっこいいな。これは、あ、やっぱ無敵時間がありますね。で、とにかくランダムのなんかを出すと。飛んでんな、こいつ。なになになに、何を飛ばしてんの、このくるみみてえな、梅干しみてえな。うっ、来た、来た、そんな。え、え、なんなんだ、こいつは。え、なんかさらに
別の攻撃パターンも持ってた。しかも倒せないこいつ。でも逆にずっとあれ出してくれてる方が楽かもしれない。これは、あ、一回だけか。でも、あ、一回じゃねえ。ちょっと頑張ろう。これはそんな怖くはないな。これはそんなに怖くない。問題この後だな。やべやべ、落ちちゃった。お、うん、ずっとこれやってくれてる分には逆にありがたいかもしれんな。あ、出た、やべ、あう、範囲広、間違いなく前回のやつよりは強いな。しかも結構背景と色が同じような感じだから分かりづらいな。やべ、手だ。でも逆に分かっちゃえば手の方が楽かもしんないな。これこういうくるみに比べたら、あ、切るか、ヒンなのか分かんねえけど、よし、またか。え、なんか変わった、変わった、ジェイソンみたいになった。うん、ちょっと来た来た、おいでなった。うん、出た。ちょ、イノがさ、イノが同じっぽいからわかんねえんだマジで。またか、またか。よし、やべえ。あ、でも手は変わんない、回数増えるとかそういう、あ、スピードが速くなったな。で、またくるみか。ちょっと待って、見えねえ本当に。あと2発だったし。で、携帯変わるか。あと8発、あと7発、これが強化版ヒル。あぶね、よく対応した。あぶね、生きてた、死んだかと思った。もう投げ投げヒル、やべ。とりあえず第二形態を拝むことはできたけれども、どうすっかな。意外と強い、うん、最初に戦ったボスに比べると全然強いんで参っちゃいますね。よいしょ、とそろそろ形態変化があるはず。お、来た来た、あと8発か、あと7、6、5、4、3、2、あぶね、1、おっしゃ、え、じゃあマジで、え、ダメなの。またこのパターンだよ。もう本当にね、アイワナはそれが多い。せっかく倒したのに残ってた攻撃に当たって死ぬパターン、今まで何回それに泣かされたかわからんぞ。どうしよう、でも攻撃のパターンは分かってるから、そうなんだよな。エクスプローラーなんかもね、結構何体2回ずつ倒したか、ラスボスも2回倒しましたからね、あれに関しては。お、来た来た、はぁ、1、あと8、7、うん、あぶねー、攻撃当たんない高さになっちゃうとやばいな。まだ2発か、3、4発、入った、入ってないな、あぶねー、あと3発か、悪くない、あと2発、あと1発、
う、危ね、よしよし、やっと倒した。は？おし、ジェイソンマスクだな、やっぱこれ。やっと倒したくそー。あ、右上にジェイソンマスクが追加されましたね。はい、というわけで、じゃあとりあえず2ステージ目クリアということで、次回はじゃあこの左下を攻めていきたいと思います。それではここまでご視聴いただきましてどうもありがとうございました。次回もまた見てくださいね。はい、バイバーイ。